で最後仕上げにこのすっごい、これすごいですよ、ウルトラハイピッチって書いてますけど、これすごい固まるんで、私はですね、こうニタクラブ7位から3の7位です。今日はですね、とても皆さんご要望の多いヘアセット、今日はダウンスタイルドレスなんでね、それをお見せしたいと思いますので、美容師の皆さんとかホステスの皆さんとかお楽しみにしてください。では先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。まず全体的にブラッシングをね、しますね。これすごい地肌がね、ちょうど心地いい感じにこうマッサージされてる感じですね。これ地肌もちょっとこうマッサージ的なものをこう入れると上がるんですよ。リフトアップするので、はい、良いと思います。ここで私はたまにこのね、電気バリーブラシをシュッシュッとしてするんですけど、巻いてセットまでちょっと冷ましたりするので、カールがつくようにね、そこの時間がちょっとありますけど、でも早い時15分ぐらいで出れちゃう感じです。カラーは台ですか？グレーと今これは台で巻いてます。はい、前がグレーか。はい、グレーは台よりちょっとちっちゃいのかな、中間グレー、ピンクグレー、うん、グリーンですね。でママはグリーン、ほぼグリーンで巻きます。ダウンの時はグリーンが一番大きい。小さいです、小さいです。あ、小さいです。じゃ結構私こうカールが効かせる感じ、効かせる感じですね。基本的にこう引っ張りながら巻くんですよね。テンションが大事です。うん、アテンションっていうのはこう引っ張る。そうですね。うんうん、そう引っ張りながら巻くですよね。そうすると、カールが効くというか、持つというか、思いっきり引っ張っていただいて大丈夫でございます。竹川先生と山口先生でございます。皆さんご指名をぜひ。最近私も大体竹川先生から山口先生にやっていただくことが多いですね。そうですね。うん。目の目を。案件じゃございません。酸っぱいマンウメキャンディとかね。金のミルク。あ、これも美味しいですよね。無角糖の塩小豆。これなんかちょっとしょっぱくて美味しかった。はい。それ梅食べよう。はい。ここでちょっと冷ますとカールが持つ感じですね。はい、今度のアクセサリーをつけます。私のボックスでして、トリプルカッターエステプロラボさんの食前です。食後はですね、フローラバランスで、はい、炭水化物を固めます。電気バリーブラシ、さっき見せたね、 V3 ファンデーション、これは VM 農家、ここにすき毛を入れてるんですね。すき毛を入れて根元からぐっさりピンで固定します。ここを逆毛を今立ててます。逆毛を立ててこうかぶせた感じですね、今ね。私はこんな感じです。最後は前髪がね、はい、皆さんどうやって作るんでしょうっていうね、よく質問を受けますよね。前髪逆毛を立てます。スプレーがかかっちゃった時はスプレーが終わってからつけます。これセットサロンで、ね、なんだろうって最初思うやつですね。フェイスをスプレーから守るやつ、守るスプレーかかないですよね、顔にね。先生いつもで気合い入ってる、はい、スプレー2種類使うんですけど、髪に残りづらいやつを有料で、買ってます。で最後仕上げにこのすっごい、これすごいですよ、ウルトラハイピッチって書いてますけど、これすごい固まるんで、
私はですね、こう今日はね、もう昼過ぎなんで、ここから何時間でしょう、しばらくいろんなとこ行きますから、全部ありますし、はい、こっちですね、はい、ありがとうございます、はい、出来上がりました、ありがとうございました。皆さん、ビューティーサロンバイン、はい、ドレスレンタルも今映りましたけども、ドレスレンタル、着物レンタル、着付け、それからヘアセット、いろんなことができるようになってます、ぜひね、山口先生、竹川先生お指名で皆さんいらしてください、それからコメント欄、高評価たくさんいただきました、嬉しいです。高評価低評価どちらでもいいです。あの、思った方を押してください、はい、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。またこうためになる動画たくさん流しますので、皆さん登録をよろしくお願いいたします。Ciao.